伊藤博文のヒゲ。明治の政治家には、ヒゲが流行した。ヒゲを生やした、日本のアイヌ指導者、1904年。ヒゲのパターンヒゲは、人の顔から、顎の下にかけて生える毛のこと。ヒゲ、ヒゲとも書き、口ヒゲ、顎ヒゲ、頬ヒゲで漢字を使い分ける。英語においても、同様に使い分けられている。一方、日本語の、 ヒゲのように三者を統括した漢字や英単語は存在しない。ツタンカーメンの黄金のマスク顎から伸びる棒状の部分は付けヒゲをかたどったものとされている。男性ホルモンによって発毛が促されるため、思春期以降、男性で陰毛の成長が、タナーの分類で第4段階に達した頃から、脇毛よりやや遅れて、ヒゲが生え始める。しかし、人種、個人により小さに、 かなりの差がある。また、髭の生える理由については今もって不明である。体の保護という説も聞かれるが、本来肉体的に保護が必要な幼年期には、髭やその他の体毛が薄く、女性にも、口述の場合を除き、基本的には生えないことから俗説とされている。そのため、髭に、生物学的な機能としての意味合いは薄く、特に現代においては、 多くの人間にとって、無用のものとされる。しかし最近では、孔雀の羽やライオンの縦紙、マンドリルの色鮮やかな皮膚や体毛などと同じように、成熟したオス個体に顕著に発現する、第二次成長であることから、主に正当他により発達したものであるとする見解も、ある。チャールズ・ダーウィンも、男性の髭を戦士時代の正当他による産物と、考えていた。 ただし、男性の髭を好む女性が多いという、統計的データはなく、日本や欧米などの女性の権利向上が進んだ、国において男性が髭を剃ることが広く行われている。一方、中東などの女性の権利の低い地域において、男性の髭を伸ばす風習があるなど、異性関東多ではこれを説明できるとは限らない。女性でも人種により髭が、比較的、濃い場合がある。 病気によってもヒゲが生えることがあり、多脳法性卵巣症候群では、ホルモンバランスが崩れ、ヒゲが生えたり声が低くなるなど、男性化する。女性がヒゲを生やす姿はキーの目で見られ、時に、いじめや差別に発展する。他の体毛と比べると大変硬く、同じ太さの動線に匹敵すると言われる。そのためヒゲを剃る時には虫タオルや湯でヒゲを柔らかく、しておいた方が良い。 一人あたり六千から二万五千本程度のヒゲがあり、平均すると一日あたり0.4ミ、mm、リメートル程度伸びるとされている。新モンゴロイドはヒゲが薄く、これは寒冷気候への適応と考えられている。ヒゲの有無やその様態はその人の印象に大きな影響を与える。現代の欧米やその文化的影響を受けた地域のほとんどの成人男性はカミソリ。 電気シェーバー等を用いて、ゲの手入れを日常的に行う。ただし、顔の傷を隠すために、ゲを伸ばす者も,もいる。アレクサンドロス三世が若く見られたいという理由から、史上初めてヒゲを剃ったとする伝説もあるが、実際にはそれ以前から、人間は貝殻等を用いて、ゲの手入れをしていたとされる。紀元前3000年頃には、同性のカミソリを用いていた。 ともされている。イスラムではハディスにより、あごひげは伸ばしたまま、口ひげは剃らずに刈ることとされる。趣旨としては、異教徒のような姿をすることを避けるためであるため、西洋的な服装が普及した社会ではあまり、励行されず、ウラマーを除いてはあごひげを刈ったり剃ったりすることも、多い。アフガニスタンの最大民族である、パシュトゥーン人の社会などでは、 一般人にも遵守されることが多い。近年、アイソルをはじめとするイスラーム過激派が活発化している中東などでは、過激派と同一視されたくないと考える男性が、髭を剃る事例もある。ユダヤ教では、レビキ19時27分で髭を損なうことを禁じており、一般に正当派ユダヤ教とは髭を蓄えている。一方で立法の伝統的解釈には、 禁じられているのは一枚人の紙剃りの使用であり、二枚の刃を用いるハサミの使用は問題ないというものもある。さらに電動シェーバーも一枚人状でなければ許されるという不縁解釈もある。キリスト教はレビキも聖書に含めているものの、正方教会の多くでは髭を剃ることが多い。しかしアーミッシュやフッター派では未婚男子は髭を剃り、 既婚男性は髭を伸ばす。東方教会の聖職者と修道士は髭を伸ばすことが多い。モルモン教の生活規範では、特に若い男性は、綺麗に髭を剃ることが求められる。畜教では、創造主への敬意と教団の表彰として、髭と髪は切らない。荒木村重の浮世絵1931年、ドイツの女性飛行士マルガフォニエッツドルフの助訓に、 立ち会う長岡外史。非常に長い髭が見て取れる。ブロニスワフピウス付きが撮影したアイヌ。彼らは伝統的に髭を蓄えていた。演劇用付け髭各種日本では中世から江戸時代初頭にかけて武士は髭を蓄えることは当然とされ、髭のない武士は嘲笑された。そのため、髭の薄いものには付け髭をつけることが行われた。 このげを生やす流行は、江戸時代初期まで続いた。一方、江戸幕府が安定期に入り、文字政治の時期に入ると、戦国の気風が、幕府に対する謀反の心として警戒されるようになり、大名に髭を剃ることが奨励され、風紀を乱すとして禁止されるに至った。徳川家那の時代には、大髭禁止令が発せられ、多くの武士も髭を剃るようになり、 酒焼きと曲げとともに、17世紀中頃までに、定着するようになった。ただし、例外的に、山吉新八郎のように、顔の傷を隠すことを理由に髭を蓄えることを、士官先から認められていたとされる事例も存在する。江戸時代には、髭を蓄えることは、 公職した武士などの一種の服物表現であり、ヒゲを蓄えた人間はどこかしら、癒しい人間というイメージがあった。江戸時代の鎖国体制の下では、アイヌ民族が居住する江戸地は、日本から見て、蛮族の地として扱われた。17世紀半ば以降の日本では、ヒゲを生やさないことが文明人とある、日本人の常識とされていた。そのため、当時の日本人の絵画で、 ヒゲを生やしかつ、曲げを言わない、野蛮人として、アイヌが描かれたことは、日本人のアイヌに対する偏見や、別史観の形成及び強化につながった。また、西洋人に対する別称である、ケトウも、当時の日本人から見て、ヒゲを生やすことを、野蛮とみなす常識を背景として作られた言葉である。一方で、アイヌ民族の社会では、豊かなヒは誇るべきものであり、 神を切り髭を剃る行為は神に対する不敬とされていた。西洋では18世紀頃から、特に、ビクトリア・アッサー、イギリスで髭を蓄えることが流行し、日本でも、明治時代には、その影響から、地位の高い男性の間では再び髭を蓄える、ことが流行した。長岡外史などは、ことのほか、髭を大事にしており、70センチメートルにも達する。 プロペラヒゲと呼ばれる、長大なヒゲを蓄え、それを自慢していた。明治の高官や知識人たちが要行し始めた20世紀初頭になると、西洋では、ヒゲは、時代遅れになりつつあるだけでなく、仮想階級の象徴にもなっていたため、西洋の風習と思って、ヒゲを蓄えた、日本人エリートたちを驚かせた。ヒゲを生やすことを、修行規則や、 含む規定で禁止していない場合、ヒゲを生やしていることを理由に、昇格、昇級などの査定で不利益な扱いをすることや、解雇、停職、降格、減給などの懲戒処分をすることは、人権侵害という判例がある。連合は2019年11月15日、職場での見出し並みのルールに関し働いている男女1000人に、アンケート。ルールがあるとしたのは571人。 ヒゲに関する決まりがあると答えた人も多い。ルールに違反した場合、処分があるとしたのは111人。始末書提出や、解雇や、契約打ち切りのケースもあった。身だしなみのルールについて最低限で良いが549人。本人に任せるべきが181人と続いた。イスラム圏では、成人男子はヒゲを生やす文化や慣習があるが、 エジプトのムバラク元大統領やマレーシアのマハティール首相などはムスリムが多数を占める国家の最高権力者でありながらヒゲがなかったことからわかるようにイスラム圏でも世俗国家では成人男子でもヒゲを生やさない人もいる。老生を尊ぶ儒教の影響もあり、漢民族の伝統的な美意識では中高年の君子は立派なヒゲを蓄えるのが良いとされてきた。例えば、 文革である孔子も、武神である関羽も、歴代の皇帝たちも、中国の素像や絵画では、髭を伸ばした、中高年男性の姿で描かれることが多い。中国の伝統演劇である京劇では、長い髭を伸ばした役柄は、老生ないし、髭生と呼ばれ、芝居の主役を張る重要なキャラクターである。近現代の中国では、髭に対する美意識は、欧米文化の影響を受け、 大きく変わった。新疆ウイグル自治区では、ムスリムに対し通常の礼拝を除く宗教行為を制限しており、ムスリムの男子が一定以上のヒゲを生やすことも宗教行為として禁じている。猫のヒゲは、ホラゲという。ヒゲは人において顔面の体毛が退化した後に二次的に発達したものと考えられる。思春期以降に発達が始まることもこれを裏付ける。 したがって、これに当たるものは、他の動物にはない。しかし、顔に生える目立つ盲状のものをこう呼ぶ例はある。犬や猫などには口を中心とする頭部に特に長く、突き出した、まばらな毛が発達しており、鋭敏な触覚器として機能すると言われる。これをホラゲというが、人にはこれは全くないものである。このホラゲのことをヒゲということも多い。毛ではないヒゲの例としては、 脊椎動物において、頭部近くに生える毛状のあるいは細長い突起物を刺して、ヒゲということもある。この場合のヒゲは感覚器として役立っている場合が多い。おじさんは、ヒゲの生えた魚である。ヒゲクジラの場合、先端がすだれ状になった歯をヒゲと呼んでいる。節足動物では、バッタなどの昆虫の触覚をヒゲということがある。 クシヒゲムシ、ヒゲなゾウムシヒゲげながかわとびケラ、ヒゲながが、じゅずひげむし、ひげながはなのみヒゲこめつきなど、いずれも、触覚の特徴で名付けられたものである。触手をゲという例もある。以前は、ユうヒゲ動物と呼ばれた、関係動物、シボグリヌムカナイには、和名を、ヒゲムシという一群がある。また、植物のごく細い根なども、ヒゲと呼ばれることがある。鳥類では、 ヒゲ柄や赤ヒゲの場合は、ヒゲは口元の模様であるほか、ヒゲ鳥は口元から伸びる肉水がヒゲ状となっており、また鶏の肉水は肉ヒゲと呼ばれる場合もあるなど、特有の装飾器官がヒゲ状になっていることが少なくない。ムスタッシュという、鼻の下、上唇の上の部分に生えるヒゲを長く伸ばしたもので、ある。鼻からの呼吸が直接触れるので、 気温が低い陶器には古器に含まれる水蒸気が凝結してじっとりと濡れるため四重ハンカチ等で拭く必要がある。また気温がもっと低くなると水蒸気が凍って白くなる。口ひげをローで固めていた時代には湯気で形が崩れないようムスタッシュカップのような専用の喫茶道具が使用された。ビルヘルム二世、リンカーンビアードというプレスリーサイドバーンという もみあげとの線引きが難しい場所。長いもみあげやマトンチョップスなどと呼ばれることもある。エルビス・プレスリーアルパン三世等が典型例口の周りを囲むように生やしているもの。または顔の周りを囲むように生やしているものを言う。フィデル・カストロ顔の大部分を覆うようなヒゲのいフル・ビアードという言い方もする。 フィデルカストロにちなんで、カストロヒゲと呼ばれることもある。ヒゲ狩りの風刺画。18世紀初めの作品長いヒゲをしごいて、威厳を示す、驚劇の関羽。ありがとうございます。